お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、枯渇デッキをまあね、紹介していきたいと思うんですけど、まあこちらですね。枯渇デッキなんですけど、なんか前にもね、前多分ロケットとかが入ってるバルキリーの高回転のね、枯渇を一回紹介したんですけど、まあそれとちょっと似てる、そんな似てないから、なんかそれはトルネードプラスロケットプラスタルババとか、ウッドだったから、なんかスペルがちょっとね、多めで、まあめっちゃ高回転なんですけど、まあ若干ね、手札回しが難しいっていう、まあ、枯渇だったんですけど、今回は逆にスペルが、雪玉しかね入ってないっていうので、まあ、中型のスペルが逆にね欲しくなるかもしれないんですけど、まあ、そこはしっかり高回転のねプリンセスとか吹き矢で、まあ、若干プリンセスを高回転でいっぱい出してあげれば、まあ、ファイボーの役割するみたいなね、ちょっとちゃうかなんかいっぱいね、まあ、高回転で何でもね対策対応していくよっていう感じの、はい、枯渇デッキでございます。で今これがね、なんかグラチャレで今枯渇唯一これぐらいですかね。なんか他の枯渇デッキは全然見ないんですけど、唯一ねこの枯渇デッキが、まあ、今生きてるかなっていう感じですね。本当に最近、ちょうど最近出てきましたね、この枯渇デッキが。はい、というわけで、まあ、やっていきます。で、まあ、めちゃくちゃ回転早いのがやっぱ強みですね。なんで、まあ、バレルにウッドとかタルババ使ってはして、そしたら吹き矢とかプリンがね永遠に残るしっていうような感じのデッキになっています。で多分相手これはバルーンの可能性かスケラの可能性がありますね。でバルーンだったら、あ、バルーンっぽいですね。多分バルーンだったら吹き矢をできるだけ残していきたいですね。吹き矢プラスの、まあ、バルーンで、あ、雪玉でね、バルーンを処理していきたいっていう感じで、ここは一回相手にスペルを使わせて、これね、微妙にプリンセスを延命していきます。今のタルバ、今のあれ、タルババじゃないよ、あれに。あれにね、バレルにね、相手がタルババとか作ってくれるといいんですけど、まあ、まあまあまあ。あれ、ここ一回後ろから吸い流して、逆サイの位置にですね、こう出してあげると、まあ、楽に処理させないっていう感じですね。やば。あれ？相手ライトニングだったから、普通にこれ、ライト雪で、もうコスト今、ライトニング打ってますから、でもこれがきついと思いますね。たまたまタルババがないことに乗って、いいですね。相手が今ライトニングって、まあ、コストを使いすぎたっていう場面ですね。そして、まあ、僕は今攻めるって感じで、今相手がやっぱタルババないってこれで分かったんで、まあ、今タルババあったらちょっと辛かったですけども、なんでガンガンにプリンセスとかフキアとか延命していきたいですね。よいしょ。もうタルババとかウッドナイト分かればもうこっちのもんですね。よいしょ。ライト雪の ISP って全然わかんないですね、相手のデッキが。で、これもこれです。あれですね。なかったんで、タルババとかウッドがないんで、こういうのでもね、延命すると相手からしたらすごい苦しい。で、これがまずマスケとゴボウリとかでしか相手処理できなかったから、このマスケが残っちゃったの辛いですけど、これしっかりね、バレルも繋げていきます。絶対こう一発は入るようになりますね。さすがにウッドとかないと。このデッキマジで相手がウッドとかないと、マジで楽に勝てますね。言うて今楽、そんな楽な感じじゃないけど。よいしょ。このプリンセスももったいないんで延命していきます。しっかり延命して、理想としてはアウトロープリンスの形で攻めたいですね。で、これ絶対スケかなんか来るんで、メキドも打ってあげて、よいしょ。あ、当たってない。当たってないのは、まあ、ドンマイで、ドンマイ。で、ここは普通に後ろからプリンス流して、相手のホグ警戒ですね。で、これつけて一回クッション置いてあげて、これですね、ここにしっかりアウトローつなげてあげて、バレル打つだけでね、もう相手はね、苦しいっていうようになっちゃいますね。で、雪玉打って、よいしょ。しっかり今回スケに待てて、OK。アウトロープリンスの形を作ることさえすれば、僕、今この枯渇多分、枯渇が得意な方からしたらそんなに上手くないかもしれないんですよ。だから結構上手じゃないかもなんですけど、意外とこのマジアウトロープリンス形作って、これあれですね、しかも相手ウッド系ないんで後ろに吹き矢とかもつけて、これでね、まあ、バレル飛ばしてあげるだけで、まあ、フィニッシュっていう感じですね。だからもう相性で勝てちゃうし、逆に相手がタルババとか持ってても全然ね勝つことができるっていう感じですね。回転早いんで、それがいいですね。これまたアウトロ出すだけで終わりますね。でも、吹き矢もつけて、よいしょ、もうこれでいいですね。吹き矢もつけて、さすがにこれはね、おられないと思うんですけど、アイスピリッチを防衛しつつ、もうバレルで、よいし
な感じで、結構まあ相手がこれはウッドないからマジの相性にはなるんですけど、もう相性いいのにはもうほぼ100勝てるっていう。しかもあのラバとかバルーンにもしっかり雪玉なんで対策できてるっていう感じですね。でまあじゃあ枯渇対決はってなった時に、あのスケとかスケプラスの雪玉とかで全然完封もできるんでね、まあ雪玉だけでも完封できますし、なんかでタゲ取られたらスケプラス雪玉とかで防止していければいいかなと思います。というわけでこれあれですね、あのイモータルズのアークラープ選手ですね。あの、はい、WCG の世界大会でいた方ですね。よいしょ。いやーちょっと嫌ですね。スケホグだったら多分バルキリーマスケの雪玉クエイクだと思いますね。あのこのアークラープのチームがイモータルあっていうチームなんですけど、ここへ見していきます。よいしょ。あのこの人のチームに迫撃とかホグとかめっちゃ細かいのが上手い選手がいるんで、多分その人に教わってる説がありますね。なんでホグとタルババで、まあ、なんだっけ他の中身が、まあ、わかんないですね。コウモリ、あバルキリーマスケホグの迫撃の多分迫撃は入っててあれだと思いますね。クエイクの枠がタルババが今最近入ってるんですよ。タルユキのバルキリーマスケホグうーんですね。これがちょっと辛いですね。タルユキのマジで高回転の迫撃っていうので、これが辛いですね。マジこれ辛い。これしっかりバレル回せてよいしょ。けどまあ多分普通にタルババでね、でしかもスケもあるんですよね。これ多分スケでクッションお金の、あ美味しい、これ美味しいけど、あこれ多分相手結構だるいですね。はい、まあ防衛が上手いですね。ホグがやっぱどうしても一発入っちゃうんですね。防衛で僕が雪玉打てばまあ、ほぼ入んないんですけど、あとはタルユキどうにか流れを変えていきたいんで、端前プリンとかしてここでねサイクル崩していきたいですね。あー構えててよかったっすね。今の一回後ろから組み立てて、でタルユキですね、タルユキさえしっかり覚えていけば全然勝てますね。うわーマジでこれ厄介なんですよね。これギャンクサイワンチャンホグ来ますね。あ後ろからそこ裂いたから吹き矢で迫撃、あやばい迫撃、え待って届かないんだ、やばい申し訳ない今の、まあ、バレル飛ばして急いでね防衛用のプリンスを右側に回して持っていきます。よいしょ。相手の迫撃がマジで厄介ですね。マジで厄介本当に。ホグはプリンスで守りたいですね。マジで厄介なんですよね。まあ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 様子見つつバレル飛ばしてこれいい感じに守りたいですね。 OK これまあプリンスで受けて、うーんバルキリーまではいいんですけどスケがやだるいですね。スケがマジで、ああそれうまいな、それマジでうまくない、やばいやばい終わる終わる終わる、やばいどっちも終わる。いやこれはねきついと思いたいですね。本当はあのこのテンプレが結構あれなんですよ、あの方なんですけど、これバルキリーですね。でこう一回外してあげて、あやってるマジ、うまそんなことできる、これはマジであの GG ですね。これはマジで勝てないですね。あのテンプレはこの相手のタルババの枠がクエイクなんですよね。今が結構流行ってるんで、それにも本当は強いんですよね。相手はバレルが結構きついんで、なんですけど、相手のクエイクが雪玉になっ、タルババになってることによって、よりね、こっちがきついですね。いやー、これはちょっとね、あの、KKぐらいいかないと、枯渇、勝てないと思いますね。さすがに、KK だったら勝てるんじゃねぐらい。はい、ちょっと今のはね。今のは、まあ、ドンマイっていうやつですね。これぐらいの逆にね、めちゃくちゃきついのもありますね。すごいなんか、もしかしたら相性ではっきりしすぎちゃうかもしれないんですけど、少々のならいけると思いますね。今の本当はクエイクなんで、ワンチャンタルババ版が流行ってるかもしれないんですけどね。まあまあまあ。まあまあまあ。どうにかね、勝ちの立ち回りを見つけれればいいんですけど、今のはちょっと僕にはね、まだ僕レベルの枯渇では今のデッキ
きにはちょっと難しかったですね、はい、ロケットとかあれば相手がね防衛反撃とかしてきたらロケット削りとかもワンチャンないこともないかもしれないんですけど、スペルがないからこそああいう防衛反撃は結構ね厄介になっていきますよね。クロスとかもちょっと厄介になっていきますよね。でバレルにうまくタルバブとか使わせてアウトローやね吹き矢でクロスを処理していきたいところではありますね。と言ったら本当にクロスっぽいのが来ましたね。これクロスですね。ウッドファイブの、まあ、テスラクロスですね。高回転、まあ、これしっかり勝っていきたいですね。なんでバレルをどんどん打ってバレルにウッド使わせて、まあ、アウトローを壁にして吹き矢とかでクロスを殴っていきたい感じはしますね。今ウッド使ったんでしっかり壊したいですね。あれをオッケー、吹き矢がいい感じに働いてますね。はい、まあ今相手クロス使ってでここでねバレル一回飛ばしたいですね。バレル飛ばせたらここに絶対ウッド使ってくれるん でそしてこのプリンセスをアウトローで延命とかするとまたね相手は多分8枚のテスラとかで防衛すると思うんですけど、これ辺が生きてきますね。ここでね相手はサイクルが崩れて、ファイブ防衛するかスケとかアイスペイ防衛するかっていう、まあ、アーチャーかなもしかしたら。これアーチャーですね絶対。はいっていう感じでどんどん、ね、流れをね変えていけるんで、しっかりバレル飛ばしてからのプリンセス延命が大事になってきますね。はい、というわけで、ちょっとむずいですね。ステルファイブとかねポイズンとかあればマジで、これは美味しいですね。相手が今また使ったんで本当はここでアウトロープリンスバレルしたいですので、ここでケツプリからの回しますね。で、まあ、多分ファイブ防衛してくるんじゃない、さすがに。さすがに、橋見はファイブ防衛からの、そして、バレルにファイブ取ってますね、バレルにファイブ。これ多分ファイブで、回転が速い。ウッドの回転が速い。はい。っていうのを意識して、もっと早めにバレルを投げないと、今回きつくなってきますかもね。よいしょ。ファイブを裂いたけどウッドがすぐ回りますねっていうやつですね。なんで一回まあ置いていきましょう。いやーこれなマジでさ、むずいんすけど、鬼むずい。これ結構枯渇のプロ、枯渇極めてる人からしても結構むずいと思うんですよね。吹き矢とプリンが同じサイドに固まってるのは良くないですね。ウッドを回ってウッドで2体とも処理されちゃうんでね。これ多分テスラが来ますねこれ。よいしょ。で今ウッド裂いたから吹き矢とか後ろにつけて、やっぱりテスラが働きすぎ。 OK、 吹き矢がいい感じに働きますね。やばいきつい、待ってめちゃくちゃきついんですけどこれなんか1戦目に結構いい相性を引いた、まあめっちゃいい相性まであるっすねあれは。けど2戦目3戦目っていうのがめちゃくちゃお辛いのがすごい来ちゃってるんですよね。あーいいファイボ、ファイボ裂いたからここで攻めてウッド使え、なんでウッド使わない、ウッド使わなくても守れるっていうやつですね。相手は一回外してちゃんと見てますね。今ウッド使ったんでよいしょ、で吹き矢でファイボ打たれてもこっちの吹き矢がねしっかり処理してくれるっていうやつですね。あーはーい、これ左も右も攻めるっすけど、やばい、左がギリ入ってますね。右も入ってますけどクロスがやっぱり意外としんどいかもっすね。よいしょ、あー来ますね。でこれはウッドロー出してで吹き矢でクロスを気持ち処理したい。よいしょ、まあ、これウッドでやばい、ウッドで全員からする、やばい、吹き矢が殴れ、 OK 一発。こっから来ますね、相手の削りが。やばい、待って、やばい、これ。これさ、マジで、きつくいっすよね、これ。これ、マジで、俺の動画をボスにしようとしてるレベルできついですよね、これ。結構ガチ。結構ガチで。よいしょ。うい。はい、まあ、耐えますね。まあ、まだ耐えて、もう一回クロス来ますね。バレル、今攻めても多分無視して
通にクロスで攻めることもできるんで、相手はここ一回課題作って一回外しますか、一回外して、え、さてはテスラクロスが強い、やばい、あ、やばい、これまだ耐えれますね、この小物でしっかり竹取ってプリンス、あ、お疲れ様でした、無理ですこれ、はい、あんなんでね、もしかしたらあのテスラクロスとあの迫撃のもしタルユキとかだったらもうあの絶望的かもしんないんですけど、ただそれ以外には多分なんとかなると思っているので、皆さんちょっとあのね、今日は最後2連敗しちゃったんですけど、ご無理美味しいですね、はい、よければねこれ、あ、よければ一応今ね流行りつつあるんでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。で、あのちなみにね、僕7000到達しまして、まあちょっとね遅いんですけど、遅いながらも展開到達しまして、あのペッカ工場でね、今回やりました、ペッカ工場で7000まで行ったんで、まあまたねペッカ工場の動画とか僕はあんまほぼ出したことないかもしれないんですけど、またあのペッカ工場の、はい、なんかね動画も出せれたらいいかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。